するしない。皆さんこんにちは。今日はまた新たな M リーグのチーム紹介なんですけど、ごめんなさい声が小さくて、ここオフィス、なんかできる大人がいっぱいいます。この奥に選手たちが揃ってるということなので突撃したいと思います。こんにちは。失礼します。誰が来た？すごい静かな。え？あ、今撮影中。そう、今盛り上がってるとこだった。全然盛り上がってる。結構盛り上がってたんだけど。ユーネクストバイエットメロディ。今日はね、このここは何なんですか？この会場は何なの？パイレーツの何なの？ここは。秘密基地。はい。こんな公に流していいんですか？秘密基地っぽいでしょ、ほら。そうですね、はい、こんな黒幕とね、外の景色隠してることないですもんね。秘密基地にじゃあ私たち今日は潜入させてもらったってことでいいんですかね？はい、特別に。ありがとうございます。今日パイレーツの皆さんにいろいろお話聞いていきたいんですけど、いかんせん自ら喋り出すような3人ではございません、はい、大丈夫かしら？いや困ってるね。頑張ってください。困ってるんです私も。え、ここのここはよく来るんですか？秘密基地は。教えてパイレーツの収録はいつもここでやってますね。教えてパイレーツのためにじゃあ今日もみんな揃ってたってことですか？そういうことですよ。朝倉さん起きてます？起きてますよ。髪めちゃくちゃセットされてない？朝倉さん、はいはい、ちゃんと皆さんあの朝ヘアセットの方がついてくださって、はい、だからあんな毎回決まってんだパイレーツ。なんかすごいヘアセットの方呼んでいただいて、あのアイドルのヘアセットとかされてる方なんですよね。わざわざ、はい、教えてパイレーツの収録のためにですか？ YouTube の日向のもつけてくれよ。私の方が絶対収録してるのに。え、じゃあそのセットで一番誰ですか？時間かかるの髪セット。結構みんなね、あの時間かけてセットしてもらってます。なんか時間がかかる理由が多分違うんですよね。石橋さんちょっとあのおけけがボフッとされおけけがボフッとされがちで、あの朝倉さんはボリュームを出すのにハゲかかるんですか？そう、ちょっとハゲ隠し。おでこ綺麗ですよね。でもねラインがやばいんですけど、まだ若いのに。なんか全部外れちゃいそうで怖い。ゴーさんのは？ゴーさんは、ゴーさんはじゃあ一番早いんですかね。でもちょっと遊んでますもんね、結構。そうですね、なんかね、時間かけてくれるんですよね。なんてオーダーするんですか、ゴーさん頭で。何も言ってないですね。多分可愛くしてください。我々を見て、あの勝手に可愛くしてくれる。原宿ってすげえな。そのクオリティで今日も撮影してる中、すいません、お邪魔して。いえいえ、あのそんなに盛り上がってなかったんで。いろいろ聞いても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。朝倉さん大丈夫ですか？はい。ふわ、この3人面白い答えはあんま期待しないで。はい、大丈夫です。そのありのままの姿を見せていただければと思います。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。改めまして、ユーネクストパイレーツの皆さんです。直球で聞いていいですか？3人って仲がいいんですか？多分いいですよ。まずくないですよ。うん、いいと思います。チームワークって取れてます？チームワーク、チームワーク。え、ググります。チームワークからググります。ワードの意味みたいな。マージャンに必要ないものですかね。そっか、人間的欠落から始めないと、これあれだ、チームワーク麻雀にいらないですかね。あの麻雀力向上のために話し合いはしてますけど。あ、なるほど、はい、3人仲はじゃあ良くはないですね。あの僕はアサピンさんのメンタル維持のために頑張ってる。メンタル維持のためにどんなこと頑張ってるんですか？あの頑張れって。頑張って生きるんだ。え、そうすると朝倉さんは頑張る一人で勝手に開っちゃう。なかなか大変なんで、あのお前は悪くないぞって言ってもね、いや俺はダメだっていつもそうなってるんで。結構あれですよね、おメンタルがお弱い感じが。いや、世の中の人は反省しなさすぎなだけだと思うんですけど。すいませんでした。申し訳ございません。チームメイトに言ってる。二人に言ったね今ね。いやいやいや、世の中に言ってます。マージャン以外の会話とかってあります？3人は。
ほとんどない気がします。正直あの甘いものを食べてるか、なんか教えてパイレーツで麻雀のこと喋ってるか、あと帰り道ちょっと歩いてるかのイメージしかないんですよ正直ですよ、はい、でもそれ以外のところでも3人でいろいろね、会話したり LINE したりとかありますよね、うん、石橋さん。そうですね、今日始まる前に、はい、麻雀以外の話なんかしてて、あれ何ですか、なんだこう去年の紅白の話、あ、はい、すごいな、何、まあ、見てないんですけど、な、見てないんだあの米津、あ、なんていう米津さん、ケンシ、ケンシ、ケンシさんですね、はい、で知らなくて、あのこの間アサピンさんとカラオケ、レモン知らない、はい、レモン歌ってて、アサピンさんは歌う時にあのみんな歌ってる間にイヤホンしてその歌う歌を聞いて練習してるんです、なんか一人そんなやつ嫌ですね。で、まあ、その歌聞いて初めて聞いて、はい、僕は米津さんを初めて知ったんですけど、まあ、そんな話はしました、はい、すごいあの世間にはついていけてないってことですね、うん、ちなみにそのカラオケ僕いなかったですね。カラオケ一番うまい郷さんがそこにいないの？そこいなかったんで、いつ行ったんだろうってさっき聞いてびっくりしましたね。はぶられてらっしゃる。ええまあ、ええまあ、あーなんかどうしよう、このチームあんまりなんかあれだな、結構どこのチームもうちのチーム仲いいんですよって言ってくるんですけど、このチーム一切そのアピールはしてないレアケースのパターンです。朝倉さんからしたら、はい、この2人と仲良くやれてます？頑張ってると思います頑張ってない頑張ってんのか、いやいや冗談です冗談です普段からあの人の付き合いとか得意ですか？そうですね、多分結構苦手な方だと思うんですけど。でしょうね、うん、伝わる、ね、伝わる、うん、そんな朝倉さんのメンタルを維持されてるのがよかったんでしょ頑張れってそうですね、応援はしてます、はい、うん、多分あの僕があの微妙なハイトを切った時にこれダメだよって言うと僕がへらっちゃうんで言わないようにとか、やっぱ優しく言ってくれるんですか？してくれてると思うんですけど。どうなんですか？いや、まあ、あんまり言わないようにしてるんで、まあ、ていうか僕ほらあのドラフト3位じゃないですか。あ、2位の人にあんまり言えない結構そういうのもあるんだ。じゃあみんな郷さんには逆らえないってことそれそうですよ、船長そうなんだ。そっか、パイレーツの船長は郷さんなんだ。あとの2人は何ポジなんですか？何ポジ看板掃除役ぐらい朝ピンが看板掃除、僕はなんか穂の上でこうやって望遠鏡を見るなんか岩とかに当たんないかなとか敵陣来るかなぐらい見てるってことですか？そうそうそう、程よい。じゃあ3人バランスは船の中で取れてるってことだ。船長ってことはチームの中のあのリーダーだったり一番こう発言権を持ってると。郷さん、まあリーダーの自覚はないですね船長の自覚はいやあんまないですね。あんまりそうですよね、人生で船長って言われることないですよね、うん、ワンピースぐらいですよね、船長出てくる。いつの間にか船長って言われててね、うんうん、しかもワンピースあんま知らないんでね米津知らねえし、ワンピース知らねえし俺もワンピースわかんない。あらあらあら、麻雀以外にすみません、何ができる、何が できて何を知ってるんですか3人は。パイレーツこれでいいの教えてパイレーツ全然教えてくれないんだけど。いや麻雀の話は任せてください、はい、店長3人に3人に任せてください。麻雀のトーク以外はじゃ本当にあれですね、うっすらですね。そうです、僕は麻雀のトークもあんまりそんなことないよ、名解説じゃないですか。どうした、自信なくなっちゃってきたの？メンヘラ映っちゃったの？うん、ちょっと最近あんまり解説がちょっとなんか頭がちょっと鈍くなっちゃって、老化ですかね、怖いですよ本当に ね。でちょっと話変わりまして、ここまでの M リーグもう終盤戦でございます。ポイント個人の成績含め内容どうですか、振り返ってみて。朝倉さん、うん、そうですね、まあ、あの今50ぐらい個人で勝っててチームが、マイナス160っていう状態なんですが、まあ、あの僕結構減点方式で考えるんで、まあ、あの自分の取りこぼしっていうのをあの結構嫌ほどあのよくツイートしてますもんね。分かってて、で、まあ、あの多分、まあ、150ポイントぐらいは取りこぼしてるんですよね。って考えるとチームに、はい、あのものすごい迷惑をかけてるとか、まああの減らっちゃうんですけどまあ減らっちゃうとか言っちゃダメですいや、あとはお家でやっていただければいいですけど、まあ、じゃあ、まあ、反省してるんだ。そうですね、まあ、あとはその僕よくあの2着で帰ってきて落ち込んで帰ってくることが多いんですけど、
それによってちょっとチームの雰囲気を暗くしちゃって、なんかガチ反省始まっちゃったよ続けて、産物的に他の人のスコアをもしかしたら下げてるかもしれないんで、なるほどね、それだとしたらもう本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。まあ私から言うのもなんですけど、お二人に何ら影響はないと思いますよ安心していただきたい。あの、僕ラスで元気よく帰ってくる元気よくがね、ラスでもね笑顔で帰ってきますけど、郷さん今までの出来と内容どうですか？まあ結果としてはちょっと予定より個人としては200ぐらい負けてるなっていう。ちょっといろいろドラマチックなね逆転劇たくさんありましたからね。逆転され劇、チームとしても予定より300か400負けてるなって感じですけどね。そんなに？ちょっとこの時期ねちょっと浮いてる予定だったんですけどね、うん、なぜかマイナス160とかになってて、まあ、成績は正直言ってだいぶ悪くて申し訳ないなとは思いますね。で内容は、まあ、朝ピンが150取りこぼしてるっていうけど、まあ、僕から見るとみんな取りこぼしてるんで、自分も含めてみんな取りこぼすのが麻雀っていうゲームだと思ってるんで、そんなに気にしてないですね。そのセリフを、はい、よかった、浅香さんに言ってもらいます。散々言ってるんですけど。あ、言ってるんですか響かないね。世の中の人は反省してないと思うんだ店長のことだとそういうことかな。取りこぼすのまでが残力だと思ってるんで、うん、それこそ毎順1時間かければみんな取りこぼさないかもしれないですけど、うん、そういうゲームではないんでね、まあ取りこぼしてもしょうがないんじゃないですかね、うん、まとめ石橋さんです。あ、僕ですか僕はマイナス90ぐらいしてるんですけど、もうちょっとね、この2人が頑張ってくれればチームは浮いたんじゃないかな俺以外が足りねえってことですか。さあ石破さん予定通り。はい、まあまあ予定通り。じゃあ別に取りこぼしうんちゃら関係なく、俺も二人がちょっと情けない結果で。なるほどね。で三番指名ですもんね。まあ、そうなんで。1番手と2番手もっとやれよったらしいですよね。うん、ちょっと残念ですね。あ、いい、気持ちいい発言だ。二、ね、番手にしてはまあまあ頑張ってる。すごい選手は。店長なんかごめんなさい、なんか話のオチがちょっと余計亀裂入っちゃう感じになっちゃった。まあでも160マイナスってね、3トップで一気にまたプラスに戻るような数字ですからね。そうですね、うん、週末戦かなり大事ですね。当然です。はい、この中でシリーズ、さあでは3人の中で一番麻雀熱がある選手はどなたですか？麻雀熱、うん、せーのそうだよね、話聞いてたらもうだってケツに出るぐらいだもんねなんか麻雀の熱なのか分かんないですけどね、それってただの感受性豊かなだけの人かもしれないですけどこの中で一番優しいのはどなたですか？せーの、分かんねえいない、いないの？パイレツに優しさはないの？ないね。自分じゃないの？てかもうこれ僕もとも同列なんで、なんかもうどっちでもいいんですけど、うん、いや2人ともね優しいんですよ。こうか、うん、ちょっと選べない。え、2人とも優しい。でも一つだけ分かったことがあります。石橋さんは優しくない。俺は優しくないいや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 、そう、優しく見えて実は厳しかったから、はい、2人指してないですもんね。え、僕石橋さん、石橋さん指したんだ。でもまあほぼ同じなんであれなんですけど、迷って指した。一番今票数あったのどこんどこ刺したのかよく分かんないけど、よく分かんない。じゃあ朝ピンかな。朝ピン、うん、2票。あんまり優しくないと思うんですけど郷さん迷わず朝倉さんでしたよね。うん、多分ね攻撃的じゃないもん、人に対してとかですか、うん、お二人そんな攻撃的でしたっけ？はいそうなんだ攻撃的じゃないというか、その結構いろいろ気にして相手に気を使うとかね。あ、それがまあ不器用なんでそう見えないかもしれないけど、多分一番いろいろ気を使おうとしていると思うんだよ、ね、うん、この中で一番空気が読めないのは誰？せーの全部遊びすごい優しくて麻雀熱があって空気が読めません、うん、朝倉更新です。はい、まあ、なんかそれはもう ご自身でも自覚がある、はい、そうですね、まあ、空気は読めません、はい、
空気読めたら2着で帰ってきて泣いたりしないんでしかも次に石橋さん打つっていうのが分かってる状態この中で一番チームをまとめているのは誰せーのあ、おお、そうなんだ郷さん2票そんな感じっぽい船長よかった船長まとめてますあの無神経さが売りなんですけどねまあそうですねそれがうまくいってるのかもしれないですねでまとめてます郷さんうん船長だからね船長ってワードにかなり助けられてるところはあるかもしれない、うん、まとめようとはしてないですけど、うん、結果としてまとめ役になってる気はしますけどあれですね、なんかこう3人の関係性の中は程よくあの溝があってすごいバランスの取れたいいチームですねでしょはい、うん、他のチームよりも勝ってるところってどこですか麻雀を数字で研究しようとしてるのは一番じゃないですかね麻雀感はみんな近いですね、うん、ってなると、うん、いやそう言いながらもこの人オカルトじゃねっていうチームメイトせーのいや、オカルトはないですけど、あえて言うならオカルト今でもご自身すぐ刺した人いましたよ、一人オカルトではなく感情が作用しているあー、うん、分かりやすいあと、宅外で原担ぎをするユンケルとあと他に何の原担ぎされてるんですかあのなんだろう、パワーストーンかユリカモメで言った成績がいいオカルトだわめちゃくちゃオカルトじゃないですかオカルトというよりはむしろ感情ですねその非科学的な話じゃなくてその感情のブレをなくそうと努力しているのがむしろ普段感情が影響しているのかなというお医者さんの診察が出ましたねオカルトではない感情を、ね、安定させようと努力している結果がパワーストーンとかになってことかな、うんでまあ、パワーストーンはちょっと説明があまりにもなんか麻雀向きのいいこと書いてあってちょっとそれで面白くて買っちゃったんですけどそれを見ててどうなんですか船長と石橋さんはそういう朝ピンを見ていやもうちょっとおしゃれなブレスレットつけて冷静すぎる僕は卓に当たってカチカチ余計な音がしなきゃいいなと思ってもう嫌だ浅川さん以上ですはい、はい、あとはもう3人で頑張っていただけるのは私から言うこと何もないですこんにちは。こんにちは。お邪魔しております。教えてパイレーツ、はい、司会進行でおなじみの足立瑠璃香プロです。はい、よろしくお願いします。どうです、あの3人見てて。いやもうぎこちないですよ。カネチカチになって、なんか釣られてカチカチになっちゃって、はい。結構あの難易度高いですよね、あの3人を毎回回すっていうのは。あの番組側の皆さんから、普段の皆さんのそのいろんなトークを引き出してくださいってよく言われるんですけど普段からあんまり皆さんおしゃべりされないんでどうしたらいいのかなってだからもうマイク渡して歌わせるが一番いいんじゃないかなと思いますそうそうそう特にこうさんはい小林さんはそうなんですよねなので今日その日向さんが回してるの見てすごい勉強になりました3人の雰囲気とかどうですか見てていやなんか仲はすごくいいんですけど物静かですねまあ、でもハイテンションな3人は見たことないですよ、ね、教えてパイレーツの告知よかったらしてください、今第4弾が放送されるかされているかっていうところなんですけど、まあ、あのその頃には M リーグがもう終盤差し掛かっててちょっとパイレーツがどうなってるかまだまだわからないところなんですけど、まあ、この教えてパイレーツで皆さんの思考もお伝えしつつその苦しい局面になってもサポーターの皆様が支えてくださったらいいなと思います私も一緒に応援したいので皆様よろしくお願いいたしますルイユーありがとうございましたこちらこそありがとうございましたさあそれではユーネクストパイレーツドラフトから関わったとお聞きしましたお父さんお話をお聞かせください、はい、あのチーム担当してますオリトと申しますよろしくお願いしますよろしくお願いします3人のドラフトの指名に関わったっていうのは、はい、正直誰を選ぶからもう全部関わっていらっしゃったんですかそうなんですあら、はい、あの3人を選んでどんなカラーのチームにしたかったんですかもうやっぱりドラフト1位がチームの顔になるんで小林豪だ本当にたくさんの方を1位にした時 の, あの、ま、人的なマトリックスをやっぱり考えて、はい、何百種類みたいな感じ で最終的には今の豪さんを1位にして本当にたくさん泣いて風呂率が 30% 超えて上がり率が25に近づくような今のチーム、うん、これが赤襟の M リーグでは、ま、一番強いだろうっていうところで
かなり落ち着きました。あのネットマージャンでも実力のある3人がバババって並んだわけですけれども、はい、そちらもこのルールの戦略として、そうですね、思い描いていた通りの3人選べました。もうあの3人以外では今考えられないです。そんな3人を見ていて、はい、応援してくださる方たちにどんな風に今後、はい、一番のうちのやっぱり、サポーターやファンの方に届ける使命っていうのは、あの3人がどんな考えで麻雀打ってるかっていうのを本当に早く細かく届けるところだっていうふうに思ってますので、路上感想戦や今のお芝居、こういったところで届けるっていう、パイレーツはかなり濃厚に教えてくれますからね、はい、そうですね、そこはしっかりじゃあ皆さんに見ていただきたいところ、はい、あとサポーターもね、女性比率多いですよね、多分ね、主に郷さんだと思いますみんな言うでは優勝に向けてファンの皆様と3人に向けてお言葉いただければと思います。はい、この収録はまだ年明けて、まだパイレーツが4試合終わったところなんですが、はい、本当にあのトップがここまでっていうところで、あと届くところで取れないっていう、すごくファンのサポーターの方にはあの歯がゆいような展開なんですけれども、あとまだ今からで18試合残ってますので、平気で300、400みたいなのが上下で動くような展開だと思います。ここはしっかりとパイレーツらしい麻雀を残り18試合、しっかりとやりきって、必ずファイナルシリーズ進出して、あと優勝をしっかり目指したいと思います。応援よろしくお願いします。はい、お父さんありがとうございました。それでは、はい、プレゼント企画黒ひげ危機一発さあ恒例になってまいりました。黒ひげ、私がもし勝てば、ユーネクストパイレーツの何かオリジナルのグッズをいただきたいんですけれども、私が勝ったら何セットかいただきたいプレゼントを、はい、私が負けたらまあ1セットで我慢します。これについてなんですけど、いただけるものって何かあります？優先ネクストホールディングスの、オフィシャル T シャツ、はい、非売品でこちらに3名のサインを入れていただけますか、はい、おお、じゃあこれあれだ、どこにも売ってないから、これあの社員の方でも、はい、あの着てる、着れる人が少ないって、えだから相当レアな、権力者しか着れないってことですかすごい、いやこれを私が勝ったらじゃあ3名様ですね。でいいですか、はい、郷さん。はい。はい、ありがとうございます。ではこれをかけて早速いきたいと思います。私からでいいですか？これ確率的にはまあ大体日向が勝つシステムになってるんですけど、誰も取ってはくれないんですよね、あれはね。すいません、ありがとうございます。出た人が負けでいいんですよね。はい、打ち上げた方が負けです。はい、では一発目いきます。こんなん大体いけますよね。スタートはね、この順で、はい、じゃあ、はい、石橋さんどこ行きます？どこでもいいよ。ああ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 もうはけて大丈夫です、あの子たち。はいはい、お返しします。これせっかく今までで一番パイレーツになんか似合ってたのにね、これ。黒ひげの方の感じが2秒で終わりましたね。これ23分の1を引きましたね、多分。ごめんね。引きが強くて。やりたかったよね、ごめんね。もう終わりです。3着いただきたいと思います。参りました。ありがとうございます。参りました。ゲットしました。今3人のサインを入れていただいてます。この辺に書いちゃおうかな。あ、指示が出ましたよ、壊れてそこにお願いします、うん、デザインのセンスはないんで言ってもらいましょうか。やっぱりこうなるか絶対こうなっちゃうんですよ、これはもうね、あの防ぎようがないんで初めて書くの無駄ポケットみたいなのできましたね確かに練習なしで初めて T シャツに書いたのは結構できました。おお、ゴーさんすいません、これ一度ギュッとしてもらっていいですかギュッと、はい、こうやるやつ、はい、ありがとうございますゴーさんのギュー入りですねこれを3名様に3名様にプレゼントしたいと思います。
いつもパイレーツを応援していただいてありがとうございます。ここまではちょっと皆さんの期待に添えない成績で来てしまいましたけども、必ずファイナルシリーズに進出して優勝したいと思いますんで、よろしくお願いします。皆様の、応援が、本当に力になります。ぜひ、オフィシャルサポーターへご加入の方よろしくお願いいたします。また、U-NEXT パイレーツは、教えてパイレーツなど、動画コンテンツですね、YouTube や、U-NEXT で、ご覧いただけるので、そちらもぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。2019年も U-NEXT パイレーツをよろしくお願いします。